だって俺たち親友だろ。俺にはもっと力がいる。大嫌いだったんだ。学園長の弱みが握れれば、やっと俺は自由になれる。学園からカリムを追い出し、寮長になれるんだ。お前たち、どこから聞いた。ことを荒立てるつもりはなかったが、こうなれば仕方ない。呼びかけなど無駄だ。お前だけは絶対に俺を裏切ったりしないよな。だって俺たち親友だろ。おい、どうしたんだ。そういうところだよ。え、俺はな、物心ついた時からお前のそういう能天気でお人よしでバカなところが大嫌いだったんだ。こっちの苦労も知らないでヘラヘラしやがって。お前の笑顔を見るたび虫酢が走る。もううんざりだ。もう取り繕っても意味がない。俺はな、お前さえいなければと毎日願い続けてきた。何もかもどうにでもなる。スネークウィスパー。カリ、お前がこの世に存在する限り、うるさい。俺に命令するな。俺はもう誰の命令も聞かない。俺はもう自由になるんだ。Thank you.
ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春吉も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいじゃない。ムシュマルチ、さすがだよ。クールに装う仮面の下で燃え盛る熱いソウルが伝わってくる。フォーテ、100点。500万マドルを7等分してその2人分もらえるってことは、約142万マドルだ。まず屋内で飛ぼうとするな。監督生、悪いが俺の部屋はカリムと同じか隣の部屋にしてくれないか。強者を通らない分スカラビアよりもセキュリティが甘いからな。別にお前の心配をしているわけじゃない。お前に何かあれば従者である俺の立場が悪くなる。昨日まで平和だったからって今日も同じとは限らないんだよ。ジャミルは食べ物を持ち込んでないようだけど、何この大きな布の包みは。有事の際にすぐ解毒薬を調合できるように魔法薬と薬草のセットです。魔法薬学に長けたビル先輩がいらっしゃるので必要ないかとも思ったのですが、念のために。なんか物騒ね。まあいいわ。パフォーマンスを見た瞬間に分かってしまうの。自分じゃ絶対に叶わないってね。そうなると自分の心を偽って自らを称賛するのが惨めになる。それは少し分かる気がします。ジャンルとしてはエレクトロニックダンスミュージックでしょうか。この曲で踊るならアーバンヒップホップ、いやヒップホップジャズ。俺がメインボーカルですか。そうよ。何かご不満？不満なんてとんでもない。しかし俺よりカリムの方が、いややめよう。わかりました。ご期待に添えるよう努力します。ね、俺別にそういうつもりで言ったわけじゃ。カリム、今は黙っておけ。無能な王もペテン師もお前らにもう用はない。宇宙の果てまで飛んでいけ。そして二度と帰るな。ドッカーン。ナイスショット。暴よカリム。食料も飲み物も全部持ってこい。今日は宴だ。アホな王が消え真の実力者が王になった記念日だからな。ああとてもすがすがしい気分だ。いくらでも魔力が湧き上がってくる。そうだろう。もっと言え。俺を褒めたたえるがいい。なかなかの褒め言葉じゃないか。お前たちは時空の果てまで吹き飛ばしたはずだ。この短時間でどうやってここまで戻ってきた。そうか、カリムのユニーク魔法で。お前の魔法にも使い道があってよかったじゃないか。植木の水やりかお遊戯くらいにしか役に立たないくだらない魔法だと思っていたのに。バカめ、疑いもせず信じる方が悪いんだろ。奪っただと。どの口が。俺から何もかも奪ったのはお前の方だ。思い知るがいい。この俺の本当の力を。わざわざ俺を呼ぶなんて何の用だ。正直気は乗らないが、やるからには完璧にこなしてやるさ。こっちの苦労も知らないでヘラヘラしやがって。お前の笑顔を見るたび虫ずが走る。もううんざりだ。